瞑想1618年、アカデミア美術館像。皇帝ドミティアヌス1610年代、ルーブル美術館像。創生時代から紡ぐイブと耕すアダム1621年1622年、16年頃、エルミタージュ美術館像。ドメニコフェッティは、バロック時代のイタリアの画家で、主にローマやマントバ、ベネツィアで活動した。 今では詳しいことがわからない画家、ピエトロフェッティの息子として生まれたドメニコは、最初は、ルドビコチーゴリ、ないしその弟子のアンドレア・コモーディの下へ、都邸に出され、1604年から1613年に、かけて、ローマで修行した。ついで、1613年から1622年まで、マントバで、数奇教で後に、マントバ公爵となった公爵フェルギナンド一世。 ゴンザーガの日護を受けた。この間、バントバのデカール宮殿に、パンと魚の奇跡を描いた。フェッティがパトロンであった、数奇教の書斎のために描いた、新約聖書に語られる空話にまつわる連作は、特に評判となり、彼の工房では、同じような構図による制作がしばしば繰り返された。1622年の8月内し9月、 マントバの一部の有力者たちの異かいを起こしたことを契機に、フェッティはベネツィアへ移ったが、当時17世紀初期のベネツィアは、パルマイルジョーバネをはじめ、ティントレットやベロネーゼの後継者たちに代表される、マニエリスム系の所要式が前世であった。1620年代から1630年代には、そこに3人のよそ者、すなわち、フェッティと、 彼より若い競争相手となったベルナルド・ストロッツィ、ヨハンリスがローマパロック様式の最初の息吹を吹き込んだ。彼らはベネツィアの豊かな色彩を取り入れたが、それをカラバッチオの影響を受けた写実主義と記念碑的描写に結びつけた。マントバに帰還するようマントバ公爵から懇願されたにもかかわらず、フェッティはベネツィアに泊まり様式を変えて、 より色彩豊かな作品を描くようになった。さらに、風俗画の作風を宗教的場面に持ち込んだ、より小さな作品の制作に注力するようになった。新約聖書の中の場面を描いた、空話の連作は、ドレスデンのアルテマイスター絵画館に収蔵されている。フェッティは、レオナールとブラーメルに影響を与えた。フェッティの作風は、 ルーベンスの影響を受けているように見て取れる。フェッティは1623年、ないし1624年に死去したが、もしもっと長生きしていたとしても、おそらくは、ベネツィアで有力者の庇護を受け続けることができたであろう。同時期に、ベネツィアへ来たフェッティよりも8歳、若かったヨハンリスは、1629年から1630年の薬病の最中で没した。 その後、フェッティの作風の影響を受けたのは、ベネツィア出身のピエトロデラ・ベッキアやセバスティアーのマッツォーニであった。マントバにおいて、フェッティの弟子だった者の,の中には、イル・ビゴラーロとして知られたフランチェスコ・ベルナルディやディオニシオ・グエリラがいた。フェッティは、妹のルクリーナにも、絵画の描き方を教えたが、彼女の作品はしばしばフェッティ本人の作とされることがある。 フェッティの代表作には次のようなものがある。ありがとうございます。